外部からの瓦礫が大量にある。破壊したのは核爆弾じゃない、あのハイウェイだ。ゼネラルアトミックスガレリアへようこそ。新しい管理者様に違いありませんね。ああ、そう、その通り。素晴らしい。さて、新しい業務就任を歓迎いたします。落ち着く時間が取れましたら責任者へ報告してください。責任者のオフィスはプラザ中心部にある像の中です。ガレリアは現在一般向けには営業しておりませんが、スタッフと社員はもちろん入ることができます。質問がありましたら喜んでお答えいたします。ガレリアはなぜ閉まっている？申し訳ありませんが、係争中の訴訟がありますのでお答えできません。ゼネラルアトミックス社の法務部へお問い合わせください。責任者は誰だ？ゼネラルアトミックス社の特許登録済みディレクターマネジメントシステム DMS がここガレリアにおいてロボットを操作する責任を担っています。 DMS は人の介在を必要としないガレリアの自律的営業を可能にしています。ここはどんな場所だ？ゼネラルアトミックス社のガレリアは未来のショッピングセンターです。どのお店もゼネラルアトミックス社のロボットであふれ、ロボット労働力の信頼性と多様性をご覧いただけます。どうぞお入りになってゼネラルアトミックス社の技術を体験してください。以上。それでは楽しいお買い物を。戦闘班、侵入者、そして共産主義者に警戒しろ。つけていないと本当に思ったのか？それでも全てのセンサーやロボットをもってしても実際なぜお前がここにいるのかまだわからない。一体お前の目的はどこの所属で？答えろ。待て、グランドリオープン、お前はグランドリオープン管理者18α か？遅刻だ。グランドリオープン、よろしい、聞け。グランドリオープンプロトコルは全社員にソフトウェアのアップグレードを配布してガレリアを新装回転するものだ。
グランド利用分のマニュアル起動は権限がいる。よって ID をチェックします。待て、マニュアル起動？他に手段はないのか？自動起動は2078年1月1日に予定されていた。待て、分析中。破損タスクを検出、タスクスケジューラーを修復、事前に計画されたタスクを実行中、プロトコルにアクセス中。全ユニット、グランドリオープン MK スタンバイ。そのまま待っていろ。ゼネラルアトミクス社のガレリアは営業を開始した。素晴らしい、実に素晴らしい。ゴロ付きの犯罪者にしてはな。犯罪者ではない。それならなんだ？破壊者、傭兵、共産主義者。待て、グランドリオープン、お前はグランドリオープン管理者18アルファか？遅刻だ。ああそうだ。グランドリオープンのマニュアル起動は権限がいる。よって ID をチェックします。何の ID だ？説明はした。これは脅しだ。 ID を提示しろ。ああはい。スキャン中、スキャン中。スキャンサブルーチンにエラー。暫定的に ID 確認完了。プロトコルにアクセス中。全ユニット、グランドリオープン MK スタンバイ。忙しいのだ。解散。ファームウェアのアップデートを実行中。完了。コンバットインヒビターを回復中。完了。入った。ガレリアでお楽しみください。状態ですみません。掃除が滞っておりまして。そうですね。やった。くらい。申し訳ございません。レーンが閉まっているので、本日は営業しておりません。
晴らしい。Thank you.
やった。これはハッキングできない。ミニツメの使いか。ああ、助けに来たぞ。何が起きた？レーダーたちに悩まされているんだ。食料や物資を盗んだり、脅して無理やり奪っていく時もある。奴らのアジトは分かってるんだが、ああいう連中とどうやって戦えばいいのか。レーダーの数はどれくらいだ？残念ながら不明だ。見たのは3人だけど、アジトにどれくらいいるかは想像もつかない。